ギタリストのキム・ヨンテでございます。みんな大好きワンポイントアドバイスのコーナーでございます。さて今回の曲はリュウチウチ、変わったタイトルですけれども、こちらの曲でございます。この曲は結構難しいですね。この原曲の軽快さを失わずにどこまでテンポを下げられるかみたいな、ことになると思います。A の部分ですね。制覇から指を立てて開放弦を含めてこういう運指にするとポジションチェンジが、なくて済むのでいいかなと思います。まあ、こういう手もあるんですけどちょっと忙しいですよね。いろんな手はあると思うんですが僕はこちらを選びました。長い音符の時にポジションチェンジをする。ここで、でここでまたタイがありますのでこのようにポジションチェンジしております。他の動画のワンポイントアドバイスでも言ってますけども、ポジションチェンジの優先順位は、1、給付ですね。これが一番楽ですね。2番目は長い音符の時、そして休符も長い音符もないときは開放音の時に移動する。で何もないときは気合で頑張るっていう、順番で、やっております。さて、B の部分なんですけど、まあこれはそうですね、まあ、我々は歌詞がないので、歌詞がなく器楽曲として弾いてますから、原曲はなんかねだいぶ繰り返すんですけども、動画では3回だけ繰り返しています。1回目は普通に弾いてますね。で2回目はちょっと装飾音入れて、みたいな感じでちょっと入れたりもしています。3回目は僕はまあ男性が歌ってるっていう想定をしてちょっと低音域でオクターブ下げて弾いて、なんといってもこの C の部分が難しいですよね。
あまりいい主が見つかったとは言えないんですが、一応、楽譜に書いてあるような運指をつけてみました。他にもいろいろ可能性あると思います。例えば、これも一回試したんですけどね、48か、ここで戻るのが結構きついんですよね、この形にね。例えば4の指がここに行ったのをもう一回出してくるというのは結構きついんですけども、むしろこっちに行っちゃった方がいいのかなとも思ったりしたんですが、ここに戻るのがまたやっぱり難しくなっちゃうんですね。なんかで最終的にまあ通りの星に合ってるんですけども、いろいろ皆さん試してみてください。もうこれは頑張ってくださいとしか言いようがないですね。ということで皆さん頑張ってください。さようなら。